バイロイト辺境博歌劇場内し、辺境博歌劇場はドイツバイエルン州の都市バイロイトにある18世紀に建てられた歌劇場である。バロック様式の結出した美しさを持つ歌劇場というだけでなく当時の要素のほとんどがそのまま伝わっているケウナ、例として2012年にユネスコの世界遺産リストに登録された。また、 リヒャルト・ワーグナーが自らの祝祭劇場をバイロイトの地に建てるきっかけとなった歌劇場でもある。工事中の辺境博歌劇場この歌劇場はプロイセンのフリードリヒ大王の姉にしてブランデンブルクバイロイト辺境博フリードリヒ三世の妻であったビルヘルミーネの希望で建てられた。工事は1745年に始まり、一応の完成は1748年。 外観がきちんと整ったのは1750年のことであった。完成を待たずに1747年にビルヘルミーネの娘の結婚を祝ってコケラ落としが行われている。過激場はマグジ30.8メートル、奥行き71.5メートル、高さ26.2メートルで、当時のドイツでは最大規模の過激場であった。外観を手掛けたのはジョゼフ・サンピエール。 内装を手掛けたのはジュゼッペがリー・ビビエノである。現在では現存するバロック様式の劇場としては最も美しいものの、一つヨーロッパで最も美しいバロック劇場の一つなどと評価されている。完成から100年以上を経た頃、それは百科事典にも掲載されており、その記述がリヒャルト・ワーグナーの目に留まった。ワーグナーはかねてより、 自作のオペラ、ニーベルングの指輪を上演するのにふさわしい歌劇場を求めており、辺境博歌劇場がその要求を満たすのではないかと考えたのである。1871年4月16日に妻の小島を伴ってバイロイトを訪問したワーグナーは、辺境博歌劇場が自身の希望を満たすものでないことを認識したが、これが翌年、バイロイトに腰を落ち着け、 自身の祝祭劇場を建設するきっかけとなった。現在のバイロイトは、そのワーグナーのバイロイト祝祭劇場を呼び、そこで毎年夏に挙行されるバイロイト音楽祭で、国際的に知られるようになっているが、辺境博歌劇場でも毎年春に祭典が行われるなど、現役の歌劇場として利用されている。2010年から、 改修工事のため閉館されており、2016年頃の再開が予定されている。閉館中も世界遺産関連の展示が行われている入口ホールまでは入館が可能である。この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは1999年9月20日のことであり、当初の記載名称はバイロイト編境博歌劇場ヨーロッパ音楽文化の顕著な場所だった。 2010年2月1日に名称を単にバイロイト返京博化劇場として世界遺産センターへの正式推薦が行われた。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は現地調査も踏まえて登録を勧告し2012年の第36回世界遺産委員会で正式登録された。ドイツの世界遺産としては38件目。 うち文化遺産としては35件目の登録である。世界遺産としての正式登録名は、マーグラビエル・オペラハウス・バイロイト、プラ・マーグラビエル・デ・バイロイトである。その日本語訳は資料によって、以下のように若干の違いがある。モダニズム建築の傑作として登録された、シドニー・オペラハウスは奥としても、近世、近代ヨーロッパの歌劇場で、 世界遺産に含まれているものはいくつもあった。しかし、宮廷劇場というと、ドロットニングホルムの横領地に含まれる、ドロットニングホルム宮廷劇場のように、宮殿などの一部となっているものばかりで、既存の世界遺産には、単体として建てられた宮廷劇場は存在しなかった。また、内装を含めて、 ほぼ当時のままの姿を留める保存状況の良さも、バロック様式の劇場の中では随一である。そこで、この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。